中古のインパクトを買うぞ。さあどんなのがあるかな、ね、じゃあ私はこのインパクト。僕はこれに決めた。早速使ってみたいな。おっとっとっと、軸ぶれしすぎだろう。こんなん買うんじゃなかった。え、私の普通に使えるけど、かわいそう。この違いなんなん。はい、こんにちは。通路品マーテンの山田と通路アシスタントのすーちゃんです。今日は何をするんですか。はい、本日は中古のインパクトって本当に使えるのか検証していきます。はい、結論、ぶっちゃけ使えないものもある。それでは本編どうぞ。今回2種類のインパクトをご用意させていただきました。でこちらが TD170D で、こちらが TD172D で、それぞれ中古のものと新品のもの、合計4台ご用意させていただきました。中古のものは結構使用感ありますね。そうですね、今回違いをよく分かってもらうために、中古のものは割と使用感が強いものを選んできました。じゃあ早速打っていきましょうか。はいはい、じゃあまずは TD172 の方から実践していきたいと思います。はい、こちら新品の方から空回ししていきます。はい、じゃあいきます。はい、全然ブレてないですね。もう新品なんで、もうもちろんブレないですね、うん、じゃあちょっと打っていきますね。はいはい、じゃあいきます。はい、あ、滑らかですね。もう完璧です。完璧ですね。はい、じゃあ次は中古の方をお願いします。はい、ありがとうございます。TD172 の中古の方をカラー回ししていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。はい、あ、完璧ですね。そうですね、こんなに使用感があるのに、うん、ここまで軸ブレがないっていうのはかなりすごいですね。うん、確かに。はい、じゃあちょっと実践していきます。行きます。はい、あ、すごい余裕ですね。ですね。はい、じゃあ次もう170打っていきますか。はいはい、じゃあ次170出てから年数が経ってる方の空回しからやっていきます。こちら未使用ですね。はい、そんなにブレてないですね。そうですね、172とほぼ大差はないかなと思います。うん、じゃあちょっと実践していきます。はい、はい、うん、全然問題はなくって感じなんですけど、うん、じゃあ中古の方でお願いします。はい、はい、じゃあ最後 TD170 の中古のものをカラー回しからやっていきたいと思います。はい、はい、いきます。はい、結構ブレちゃってますね。そうですね、ブレてるだけじゃなくてガガガガガガガっていう感じで結構不規則にブレてるので、割と軸ブレは大きい方です。はい、じゃあこれで実際に打っていきますね。はい、打てますね。打てますね。はい、まあ、今実際打てたんですけど、手に伝わってくる振動としては全然違くて、うん、割と手はブレる感じがしました。あ、なんで今垂直に打ったんで全然打てましたけど、うん、これが壁に打ったりとか、うんうん、横に打った時は割と大変なんじゃないかなと思います。うん、ブレが生じるから。そうですね、実際こちら170でこちら172なんですけど、うん、一緒に回してみると全然違くて、ほら全然違う。すごく不安定なのが分かりますよね。分かります。でこれなんでかっていうと、うん、TD171 以降なんですけど、うん、ゼロブレっていうものがついてて、はい、中古になった時に軸ブレがしにくい機構がついてます。なんでこちら TD170 はそれがついてないので、うん、中古になるとやっぱり軸ブレかなりしちゃうんですけど、うんうん、171だったり172、173になってくると軸ブレが中古でもしにくい商品となっております。なんで、うん、ツールオフで買われる時はTD171 以降を強くおすすめします。はい、実際こういうのってコスパがいい方がいい方結構多いと思うんですよ。はいはいはい、私も実際安い方がいいなと思うんですけれども、はい、実際ちょっと数千円足していいもの買った方がいいんですかね、こういうのって。そうですね、実際こちら中古屋さんで買うとなると、だいたいこちらが5000円ぐらいだとすると、だいたい8000円ぐらいになるんですけど、うん、やっぱり3000円足してでも172の方がいいと思います。というのも、長期的に使う目線に立った時に、これってまだまだやっぱり使い続けると軸ブレもっとしちゃうんですよ。なんでこちらをお仕事とか使われるときに長く使っても軸ブレしないということで、ストレスが溜まりにくいというので、3000円の価値は全然あるかなと
思います。で実際こちら両方とも使わなくなってリユースショップに出される時も軸ブレしないものの方が高く買い取れる傾向にありますので、そこまで含めた上でも172の方がコスパがいいかなと私は考えます。じゃあ私はこっちの方選びますね。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。実際ちょっとだけ使う分にはこちら実際打ってたので170買う分にはまあありだとは思うんですけど、おすすめとしては172の方です。はい、今後もこのチャンネルでは工具にまつわる動画上げていきますので、ぜひリクエストなどあったらぜひコメント欄にてお待ちしております。はい、本当に欲しいですよね。お願いします。もう困ってますではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。